ってですね、現実的な問題としてですね、これがですよ、初見で出てきたら、こういったタイプがね、初見で出てきたらですね、まず普通の返し仕分けはもう何回も練習していただいたんで、多分できると思います。ね。うん。で、あと、ここですよね。ここですよ。ね。成果連結。同じ金額連結消すってやつですよ。ね。うん。ここはできると思います。ね。あとは捨てる。それしかないですよね。受験的にはね。受験的には。うん。で、こうやってね、一回でも過去問に出てきちゃった、本試験出てきちゃったってやつは一応ね、まあしょうがないから、一応マスターする。同じ問題が出てきたんで一応解けるようにはしておく。ね。しかしちょっとひねられたらできないのはもう、これしょうがないですよね。2勝2級ではね。と思います。ね。1級とかね、まあそれ以上になってきたらね、もちろんちょっと応用をね、聞かせる問題もいっぱい出てきますから、ね、応用力をね、鍛えるためのちょっと勉強なんかもね、しないともちろんいけませんけど、まあ2級まではね、結構きついですからね、そういうのはね。うん。だからね、ひとまず、ちょっと出てきたやつに対しては、できるようにしておくと。ね。でも見たことないようなやつに対しては、捨てると。ね。その代わり、全部捨てるんじゃなくて、必ずこういったですね、できるとこありますから。ね。うん。したがってこれ20点だとしたら、そうですね。8点。8点。まあ、10点取れれば同じ。半分ね。取れれば同じ。っていう感じでやっていかないとね。いやー、これね、153回受けた方はね、こうとんでもない目に遭いましたね。なんだこれはと。一体何をすればいいんだこれさっぱりわからへんと。いうことですよね。うん。だからね、あ、これちょっとまともに付き合っとったらちょっととんでもない目に遭うから、とりあえずね、避けてね。だからね、電車がバーッとね、こう来たらね、ひょいってね、脇に避ければいいだけですから、ね。うん。したがってね、それひょいって避けてね、ひょいって避けるっていうことは、要するにね、これ同じ金額を相殺してね、そこの部分だけね、こうやって書いていってね、点数取るっていうだけですよ。ね。ちなみに、この修正基準のところには最低箇所は来ませんからね、今日ね。修正基準。ね。ここは、最低箇所来ませんからね。だから、ここが最低箇所来ますんで。ね、この連結サービスがね。うん。だから別にここ書かなくていいんですよ。もう書いてないでしょ、こうやって。書いてないです。めんどくさいな。ね、ここが合ってればいいんですよ。ね。仕分けの仕方によってここ変わっちゃうんで。ね。だからここはいいんです、別に。ね。はい。で、ちなみに今回はね、利益上益は差し引きでいいですからね。ね。この78万トンで460は差し引きで結構ですから、全然ね。はい。ということで、今回の場合じゃん。ね。SS がないからね。株主本当変動計算じゃないんでね。もう差し引きで全然 OK です。はい。ということで、今回のね、153回みたいなやつで出てきたとしたらですね、うん。取れるところまず取ると。ね。で、取りにくいところはもう捨てちゃうと。ね。その代わりね、実は第3問以外は結構取りやすい問題が多かったんで、こういう153回ね。まあ、そこら辺は一応配慮されてるんでしょうね。うん。まあ、それ配慮されてなかったのが107回になったので、ね、あれはとんでもなかったんですけどね。まあ、それはいいとして。ね。ということで、ね、今後もね、ちょっと2勝簿記2級でね、連結が、出てくる場合はですね、まあ、こういう問題、すんごい難しい問題が、初見ではですよ、初見ではすげえ難しい、これ誰も解けねえよっていう問題が多分出てくるんでしょうね、これからね。うん、と思います。